はい、巨人ドットコムの時間でございます。ということで、このドラフトシリーズもう7回目ということで、今回はですね、投手編の4回目ということでやっていきます。実はですね、この投手編、1回から3回目やってます。1回目で戦力分析、2回目で大卒左腕を取りに行こうという話、3回目で、近年のですね、大卒ナンバーワン左腕のプロ入り後の成績とプロ入り前の成績を見ていくというところをやっていきました。それを踏まえて今回4回目ということで、ちょっと具体的な名前出しましたが、この細野選手、今年のねナンバーワン左腕 の呼び声の高い、左ピッチャーですけれども、この細野選手について深掘りしていきたいと思っております。はい、このサムネイルにも作りましたけれども、実はですねこの細野選手ですね、ジャイアンツの現有戦力のあのピッチャーにですね、まあ、少し似ているというふうに私個人的には感じております。そういう意味であのピッチャーを見ればですね、プロ入り後どのような成績を残してくれるのかというですね、少し道しるべになるような気もいたしますので、まあ、そのあたりもですねぜひチェックしてもらいながらご覧いただければと思います。本年度ですねドラフト1位でジャイアンツはこの細野選手を指名するべきなのかどうなのかというのを想像する、そしてもし仮にですね獲得できたとしてですね、この細野選手どれぐらい活躍してくれるのかというのを想像しながらぜひご覧いただければと思います。では早速どうぞ。はい、まずはですね早速ですが、細野選手について少しですねおさらいしておきたいと思います。この選手昨年ぐらいからですね本ドラフトにおける最有力候補、最有力左腕と呼び声が非常に高かった選手でございます。まあ、特にねこの春の時点では一番人気になるだろうとも言われておりますし、そのねポテンシャル、その実力はまあ誰もが認める、そんなですね、選手ですし、まあ、左ピッチャー、希少価値の高い左ピッチャーというですね、その希少価値も重なってですね、この本年度のドラフトでは確実にドラフト1位候補というふうに言われている選手です。はい、身長180センチの85キロ、マックスですね155キロのストレートを持っているという剛腕ですね、そういうのピッチャーになっています。そしてですねこの変化球も多彩な変化球を投げることができるんですね。まあ、スライダーにカーブ、カットボールにスプリット、チェンジアップにツーシームということで、まあ、ほぼほぼ投げれると思っていただいていいかと思います。東亜学園から東洋大学に進学しました。はい、東洋大学では3年生の時点でもすでにエースと言われておりますし、まあ、ただですね東都リーグの2部に所属しているですね、まあ、そんなですね、まあ、東洋大学で、今も、まあ、もちろんねエースとして活躍している選手でございます。ここに、ね、ちょっと細かいですけども、スカウト評価ですね、どんな選手なのかというのを、まとめたところを書いてます。魅力は最速155キロのストレート、シュート変化の少ない伸びのあるボールを投げれる、出力の高さ、質の高さ、兼ね備えた最高のボールを投げれるピッチャーですよと、まあ、最高級の、ね、評価が、この細野選手に与えられていると思ってもらったらいいと思います。特にね、ストレートの伸びまたはね、その質が非常に高いというのが、ありますし、まあ、特にねストレート155キロ投げれるというこの左ピッチャーっていうのはなかなかいないので、まあ、そのあたりもですね非常に評価されております。そしてですね同時に2つ目のとこですね、変化球、ツーシーム、スライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、130キロの、前後のパワーカーブですよね、このあたりもあってどの変化球も一級品であるというふうに言われているというところもですねこの選手のすごいところです。ただですねやはり課題としては制球力が挙げられます。なかなかですね、まあ、このパワーボール変化球も一級品というところもあるんですけども、制球力が鍵というところがですねこのピッチャーの課題というふうに言われていますが、この制球力を4年の時点でどこまで上げることができるかというふうに言われていた、この春のリーグそして入れ替え戦というふうに言われていた選手でございます。まあ、一通り見てもですねどんだけすごいピッチャーなのかというのはなんとなくご理解いただけるんじゃないかと思います。はい、細野選手の魅力まとめるとこんな感じになります。2023年春の時点で大学生ドラフトランキングナンバーワン、球威伸びパワーも圧倒的ナンバーワン、変化球のキレ、多彩に投げ分けるこの球種の多さ、まあ、このあたりがですねこの細野選手の魅力だと思ってもらえればと思います。はい、一方でですねやはり課題は制球力ということで、
実は先日ですね、この等々の入れ替え戦というのが行われました。駒澤大学との入れ替え戦ですね。この試合で細野選手は先発し、見事ですね、完封勝利を挙げたわけなんですが、その内容を見てみますとですね、やはりこの制球力というのは課題として、まだまだ残っているかなというふうに私は感じました。特にですね、四死球が8あります。奪三振も7あるんですけども、やはり奪三振以上に四死球を出してしまっている。そしてですね、なんといっても球数がですね、185球も使ってしまっているということですね。なかなかね、もちろんね、勝ち星をもたらした、完封勝利を挙げた、その点においては非常に素晴らしいとは思うんですけども、どうしてもね、内容的に見たときにですね、この185球、フォアボール、四死球が8あるというところを、どのように捉えるかというところ、どのようにスカウト陣がですね、見たかというところもですね、非常に気になるところかと思います。という意味で、やはりね、この制球力をどこまで今後ですね、秋にかけて改善できるかというところがですね、この細野投手の一番の鍵になってくるのかなというふうに思います。はい、その制球力という意味で、この細野選手の大学生時代の成績をここで振り返っておきたいと思います。まずですね、この細野選手、東洋大学なんですが、この2年秋から2部なんですね。4年春まで2部におりましたと。そしてこの4年春の入れ替え戦で1部に上がったので、4年秋は1部で戦うことになります。そこがですね、非常に注目になりますね。この1部でどのようなピッチングを見せることができるかというのは、最終的にこの細野選手のドラフト評価に直結してくるところなので、かなりね、要チェックかと思います。そしてですね、この成績見ておきたいと思います。一番黄色のところですね、通算成績になりますが、12勝3敗、勝ち星はかなりですね、もたらしているというところです。さらに見ていただきたいのが、奪三振率ですね、11.22、非常に高いです。そして防御率もね、1.12と非常に安定したピッチングをしているんですけれども、一番右側見ていただきますと、四死球率ですね、やはり4.79と非常にですね、コントロールに難がある、制球力に難があるというのをですね、少し見せつけてしまっているようなですね、そんな数字が並んでいるかと思います。そしてですね、やはりね、前回まで紹介してきたピッチャーと違ってですね、この4年春に関してもあまり改善が見られていないというところもですね、ちょっと見ておかなければならないかなというところになります。この細野選手、やはりこの制球力がどうなのかというところは依然ですね、課題として残っているということが分かっていただけるかと思います。はい、そういった感じでですね、このまっすぐが速くて、身長も高く、変化球も多彩、さらにですね、奪三振率が高くて、一方で四死球率が非常に悪いというですね、この特徴を持った選手、勘のいいジャイアンツファンの方ならですね、もうパッと思い浮かんだかと思いますが、ジャイアンツでですね、このような特徴を持った選手が一人いますね。そうです、この選手でございます。はい、高橋優貴選手ですね。この選手もですね、大卒左腕ということで、2018年度にドラフト1位でジャイアンツに入った選手でございます。こちらですね、大学ドラフト当時の、データとして載せてますが、当時の公表数値として178センチの82キロ、マックス152キロというふうに発表されておりました。スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークボールと変化球も多彩なボールを投げれるというピッチャーで、こちらですね、コメントにおきましても、フォームのバランスも良く、スピードとキレを併せ持つ、先発だがリリーフもこなせるタイプで、1年目から即戦力として期待するというスカウトコメントが当時残っております。まさにですね、本年度のこの細野選手と非常に似ている特徴を持った選手というですね、そんな選手かと思います。まっすぐが速くて、かなり多彩な変化球は投げれる。そして、この後紹介しますが、やはり制球力に当時から難があった選手と、そういう共通点が、この細野選手と高橋選手にはあるというところになります。はい、細野選手と高橋優貴選手のこれ3年生の秋までの成績を比較した表が一応こちらになってます。もちろんね、リーグが違いますし、単純にね、比較することも難しいんですけれども、一旦ですね、この表を見たときにどう感じるかというのをぜひご覧いただければと思いますが、特にですね、防御率、細野選手1.12に対して高橋選手2.02、被安打率3.73、高橋選手5.86、そしてこの2つです、奪三振率と四死球率、細野選手が11.22に対して高橋選手は10.72、
四死球率に関しては細野選手 4.79 に対して四死球率高橋選手は 4.09 ということで非常にですね似ているんですね。まあ、試合数10試合ほど違いがありますし、まあ投球回も若干違いますけれども、まあ、この率で見たときにですね、まあ、非常にこの特に脱三振率と四死球率のこの2つですね、非常にですね似ているというふうに私は感じました。まあ、プロ入り後の高橋優貴選手ですね、まあ、非常にねいい時は脱三振バシバシ取ってくれる一方でなかなか調子が上がらない時は、フォアボールで結構自滅してしまうというシーンもですね、まあ、ちらほら見かけてしまう選手でございます。この高橋選手よりもですねこの今の時点ですが細野選手は四死球率は悪いというところもですね、まあ、どうしてもねドラフト1位候補でずっとですねナンバーワンと言われてきた選手なのでどうしてもこう荒探しみたいな形になってしまうところがですねあるんですけれども、まあ、ただですねこのポイントというのはやはり、ピッチャーが苦しいジャイアンツだからこそですね、まあ、しっかりとですねこう見定めておきたいポイントなのかなというふうに思います。まあ、正直ですねこれ似ているだけでですね当然ですねメンタル面だったり、調整方法だったり当然ねリーグも違うので単純にこの細野選手がプロ、まあ、ジャイアンツで入ったと仮定してですね同じような道をたどるかというとですね必ずしもそういうわけではないのは承知の上でですね、まあ、数値としてですねちょっと比較してみました。まあ、高橋選手もですね大学生時代からなかなかねこの制球力には難があったというふうに言われていましたが、あ、実際ですねその高橋選手プロ入り後どのような成績を残したのかというのを、ここから振り返っていきたいと思います。はい、高橋選手のプロ入り後の成績をまとめてみました。2018年のドラフト1位なのでルーキーイヤーが2019年ですね。このルーキーイヤーですね実は5勝7敗ということで、まあ、18試合に登板して5勝7敗という成績を残しました。右の方を見ていただきますと脱三振率 8.61 ということでやはりね大学生時代より少し落ちてます。そして四死球率ですねやはり 5.13 ということで少し大学生時代よりも悪化しているというような成績がルーキーイヤーでした。2年目2020年度ちょっと苦戦しましたが、こちらですね2021年度、我々もねここの記憶というのは新しいかと思いますが11勝したんですね。このシーズン27試合に登板し11勝9敗ということでこのシーズンですね脱三振率こそちょっと下がったんですね。 4.86 なので下がったんですけども四死球率もねちょっと改善の兆しがあった年というふうな言い方もできると思いますし、まあ、このキャリアハイ2021年度が一番ですねこの高橋選手は活躍した年だったという形になっております。その翌年2022年度、去年ですよね、まあ、1勝5敗に終わってしまってさらにですね秋口にですね確か肘だったと思うんですけども手術をして、まあ、そこから育成に一旦落ちてですねこの春再度、まあ、支配下登録されて、まあ、2023年度シーズンに臨んでいるんですけどもなかなか調子が上がらずと、まあ、今現在ですねそのような状態かと思います。まあ、こうして見てみるとですね2019年度ルーキーイヤー、まあ、5勝できたということ、そして2021年度は11勝したということ、まあ、このあたりの成績を見てみるとですね、まあ、ドラフト1位としてしっかりね成績を残してくれているかなと思う反面ですねなかなかそれ以外の年で結果が出せていないというところも、少しね見ておく必要があるかなと思います。そしてですねプロ入り後の、この成績を見たときに脱三振率と、まあ、四死球率ですね、まあ当然ですけどもプロ入り後脱三振率には落ちますね。このまあ高橋選手に限って言うとですね、1年目2年目まあ、脱三振率 8.61 と 9.00 なので非常に高い、まあ、数字を示していたんですけどもそれ以降少しね脱三振率が落ちております。まあ、一方で四死球率ですね、まあ、ここにやはり課題があるというところからですねそこにもしかしたらつながっている可能性ありますけれども四死球率はなかなか改善していないというところもですね、この高橋選手の状況でございます。はい、高橋選手ね去年手術して今年満を持してねこの復活をかけた年という風なですね位置づけだと思います。この2021年度のやはり輝きをもう一度ですね取り戻してもらってジャイアンツの左ピッチャーとしてローテーション守ってくれるようなですねピッチャーに再び、まあ、復活してほしいなというですね、まあ、そんな願いがありますけれども、まあ、これはですね本当に私の個人的な見方なのでもしかしたら違うよと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、今年のこの細野選手は割とこの高橋優貴選手に似ているかなというふうに思います。
そのですね、似ている高橋選手がこのような状態ですよということと、なかなかですね、同時にこの左ピッチャー、制球力に難がある高橋選手を育てきれていないというですね、この状態を見て、今この細野選手を指名するべきなのかどうかというのは今一度ですね、考えるべきなのではないかというふうに個人的には思っております。本当に何度も言いますが、個人的な意見でございます。はい、本日のまとめでございます。一つ目ですね、細野投手が今ドラフト即戦力のナンバーワン左腕であることは間違いないというのが一つ目です。この細野選手、二つ目、球威や伸びもプロで通用する圧倒的な投手であるということも、これは間違いないところかと思います。一方で三つ目ですね、制球力に少し難があり、近年のね、ジャイアンツの中では少しね、このタイプが微妙と思われている可能性はあるかなというところが3つ目。4つ目、タイプ的にはですね、高橋優希投手のようなタイプなのかなというのは、これは個人的な、まあ、妄想かもしれませんが、まあ、そのように感じたというのが4つ目。5つ目ですね、ハマればです。ハマれば初年度から10勝できる能力は十分にあるピッチャーなのかなというふうに思います。まあ、これは前回までのお話も含めてね、早川選手や、この高橋優希選手も、やはりハマればね、非常に高い能力発揮できますし、10勝ぐらいはできる能力はあるかなというのが5つ目。そして最後ですね、今ですね、高橋優希選手ちょっとね、苦戦中でございますが、もし仮にですね、ここから高橋優希選手が一気に巻き返し、かなりの大車輪で活躍するようなことがあればですね、同じタイプであるこの細野選手、間違いなく取りに行くかなというふうにも思います。そういう意味でこの6つ目ですね、高橋優希選手の復活があれば1位指名も十分あるかなというところをですね、6つ目とさせてもらいました。はい、この春までのですね、ドラフト候補の、まあ、少し展望で見たときに、ジャイアンツ間違いなく細野選手行くというふうに思われてましたし、私もそう思っておりました。まあ、一方でね、それ以外の選手がかなりね、この春活躍してきているというのも現実問題としてございますし、同時に今年のドラフト大学生ピッチャーがかなり豊富にいるというのも、これはね、現実問題あると思います。まあ、そういう意味でもですね、無理に左ピッチャーに行く必要というのは私はないかと思いますが、まあ、ただですね、この細野選手というのもやはりポテンシャルを持ったかなりすごいピッチャーであることは間違いないと思います。まあ、これは最終的にはですね、今の現有戦力の若手の左ピッチャー、ジャイアンツもたくさんいますね。井上温大投手を筆頭に、まあ、それ以外の選手いっぱいいます。これらの若手選手がどこまで成長してくれるかにおそらくかかってくるかと思います。そしてこの高橋優希投手がどこまで伸ばしてくるか、復活してくるかによってですね、この本ドラフトでこの細野選手に行くべきなのかというのは結論付けられるのではないかと私は思っております。まあ本当に難しいですね。非常にすごいピッチャーなのは間違いないんですが、1位で行くべきかどうかというのは少しですね、いろんな選択肢の中で考えていかなければならないところなので、非常に悩ましいところだと思います。まあ、引き続きですね、当チャンネルとしてはこの細野選手も追っていきますし、まあ、1位候補、まあ、そろそろですね、具体的な話に入っていこうかと思っておりますので、ぜひ引き続きですね、ご覧いただければと思いますし、ぜひですね、ご意見等ありましたらコメント欄で、記載いただければと思っております。本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。